モニター開催って50でしょう。モニター専門家モニケンです。今回レビューさせていただくのはこれ、 IO データのギガクリスタ EXGD9271JA。 これ持ってる人も欲しい人も多いんじゃないでしょうか。 Amazon セールのためにめちゃんこ売れるモニターなんですが、実はモニケンではまだレビューしてなかった製品。あまりのコスパの良さとギガクリスタの品質を考えれば名機であることは確実。そう、コーラを飲んだらゲップが出るっていうくらい確実じゃ。ちなみに IO データは日本メーカー、本社も石川県にあります。日本のモニターメーカーはレアなので今後もぜひ頑張ってほしいところですね。さてさてさて、それでは早速ね、開封組み立ての方から見ていきましょう。それでは開封していきましょう。まず取扱説明書、皆さんはね、ちゃんと読んでください。そしてケーブルホルダーとネジですね。ネジ組み立てに使うのかな。結構ね、これ付属品多めですね。ディスプレイポートケーブル、 HDMI ケーブル、 DP と HDMI 両方ついてるんですね。で、PC とモニターをつなげるケーブル、 PC 側の USB 端子を USB ハブとして使うときにね、使うケーブルですね。で、リモコン、めちゃめちゃボタン多い。 IO のリモコンね、テレビっぽくてね、結構いい感じなんですよね。電源ケーブル、 AC アダプタータイプじゃなくて内蔵電源タイプですね。モニターのスタンドの上の部分につけるやつですね。これをモニターにくっつけて、その上にスタンドをつけて、さらに台座をつけるっていう作り。これ取り付けるのにさっきのネジを使います。スタンドベサ部分がね、今ついてないから、なんか本当にただの棒ですね。金属の棒、めちゃめちゃね、これテープとかでね、しっかり固定されてるんで中身がずれたりはしなそうですね。すごいな、これまだくっついてる。そして台座、シンプルですね。あんまりギガクリっぽさはない。で、下段にようやくモニター本体、このままね、組み立てていきましょう。いや、結構大変だったな。しかし物が多いです、なかなか。で、組み立てなんですが、一応説明書に書いてるんですけど、まずね、このスタンドとベサパネル、これをね、くっつけます。スタンドの上の蓋をまず外します。で、スタンドの隙間にこの出っ張り、ベサパネルの出っ張りを差し込みます。で、これはめ込む時の注意なんですけど、このへこんでるところ、へこんでるところが上になるようにはめ込みます。これね、さっき上下間違えてなかなか入んなかったんで注意してください。で、さっき蓋を外したところにあるネジを回してあげます。これ手回しでも回せます。で、蓋を戻してあげたら、これでいつも見慣れたモニタースタンドに変身。そしたらモニターの背面に合わせてネジ止めしていきます。ネジ止めの時ドライバーが必要なんですけど、ドライバーがね、付属してないんで自前で用意してください。電動ドライバーがあるといいですね、こういう時。やっぱね、今時は一家に一台電動ドライバーがないと家電とか家具の組み立てがめんどくさいですからね。で、モニターのスタンドが固定できたら、最後に台座の出っ張りをスタンドの底にはめてあげてネジを回してあげる、まあ、これも手回しでもいいんですけど、せっかくドライバーあるしね、ドライバーで回しますか。はい、これでモニターの組み立ては完了。あとはスタンドを持ってモニターを起こしてあげる。ふぅ、ちょっとね、普段のモニター組み立てよりは大変だったんですけど、まあ、電動ドライバーがあればそこまででもないかな。というわけで PC とつないで電源を入れた状態がこちら。サイズとしては27インチサイズで、横幅がだいたい 61.5cm、 高さは可変で今が最大で 53.3cm、一番下まで下げると 43.3cm、 デスクとだいたい 3.5cm ぐらいで、まあ、指2本入るかなっていうくらいで、モニターのこの縁の部分、ベゼルは約 1mm で、表示領域込みでだいたい約 8mm って感じですね。で、下ベゼルにギガクリスタのロゴがあって、その下にちょっと見にくいんですけど青い電源ランプがあります。これはモニターのメニュー設定から消すことが可能。個人的にはオフ推奨ですね。ちなみにランプの位置にモニターのね、メニュー機能のボタンもあります。まあぶっちゃけボタンに関してはリモコンがあるので使うことはないですけどね。台座は奥広がりの台形で平面なので使いやすい形状ですね。
ヒガクリスタシリーズによくある側面が青くなってたりっていうこともないです。シンプルなブラック。そしてモニターの背面はこんな感じ。隙間にねちょくちょくギガクリっぽいブルーが入ってます。組み立てるのにちょっと苦労したスタンドですが、外せば 100×100 のベサ規格に対応しているのでモニターのをつけることも可能で、左上のねこのギガクリスタのロゴですが、こちらは RGB ライトになっていてゲーミングらしく光ります。消したい場合や光り方を変えたい場合はモニターのメニューから変更可能です。あとモニターのスタンド部分に高さと角度のメモリがついています。細かな気遣いってやつですね。自分好みの高さを覚えておけばデスクの模様替えをしても安心。モニターの解像度は WQHD、 フル HD と 4K の中間の解像度で、27インチサイズとは非常に相性がいい組み合わせです。フル HD の27インチだとちょっとぼやけて見えるんですけど、 WQHD だとくっきり綺麗に見えるし、作業領域は広くなるし、 PC の負荷も 4K よりかなり軽いので、 FPS ガチ勢じゃないならコスパが良くてメインモニターにちょうどいいんですよね。パネルは AHVA パネルっていう聞きなじみのないパネルだと思うんですが、これは高品質な IPS パネルだと思ってくれれば OK です。仕組み的には同じ。有機 EL とか量子ドットミニ LED とかに比べるとさすがに劣りますが、価格を考えたらかなり綺麗ですね。今までレビューしてきた WQHD の普通の IPS パネルのモニターの中ではかなり綺麗だと思います。4万円前後ってくくりならトップクラスじゃないですかね。もちろん AHVA パネルは IPS パネルと同様の特徴を持っているので視野角も広いです。もっといいモニターを買ったりしたらサブモニターにそのまま使い回せますね。ディスプレイ HDR400 にも対応しているので HDR コンテンツもそこそこの画質で見れます。 HDR 対応のタイトルとかは一度 HDR で遊んでみてどっちがいいか試してみてもいいと思いますね。リフレッシュレートは 180Hz で応答速度は G2G0.2ms と爆速。まあ 0.2ms はさすがに持ってる気もしますが、実際使ってても残像感は全然感じなかったです。実際の使い心地は後ほどゲームしながら話したいと思うんですが、 WQHD180Hz はどのゲームでもプレイしやすいので割と万人におすすめしやすいスペック。モニターの角度調整機能はかなり優秀で、前後のチルトが上方向に25度、下方向に5度で、左右のスイベルがどちらにも45度ずつ、結構ね首振りも優秀。もちろんね回転もついてます。回転は左右どちらにでも90度こんな感じで回して縦置きモニターとして使うことも可能です。まあ、このスペックを縦置きに使う人はあんまりいないかもしれませんが、スタンド機能はかなり優秀なのでモニターアームなしでもね十分使えるモニターだと思います。スタンドにケーブルを通す穴とかは開いてないのでちょっとケーブルがねふわふわしちゃいますけど、スタンドと台座の性能はかなり優秀だと思いますね。しかもこのモニタースピーカーも内蔵しています。 2W×2W のスピーカーで音質はこんな感じ。モニター搭載のスピーカーとしてはまあまあいい音質。まあもちろんね外付けのスピーカーとかをつけた方が全然音質はいいんですが、動画を見るくらいなら全然使えそうです。入力端子は右側に固まっていて、ディスプレイポートが1つ、 HDMI が2つ、 USB のアップストリームが1つ、ラインアウトがあって USB ダウンストリーム、イヤホンジャック、 PC とつなげる USB ケーブルがあるのでUSB ハブ機能がついてるかと思ったら、なんとモニター本体のマイク入力っていうレア機能用で USB ハブ機能はなかったです。ぶっちゃけ使う機会はなさそう。モニターのメニュー機能は付属のリモコンから起動します。モニターのボタンはね基本使わないですね。このリモコンがあまりに便利すぎる。ただリモコン用の単4電池は自分で用意しないとならないので注意してください。モニターと一緒に単4電池ポチっておきましょう。
で、メニュー機能についてですが、基本的にあんまり話すことはないです。ギガクリスタシリーズはこんな風にメニュー機能の項目の説明が設定画面に記載されてるのですごいわかりやすいんですよね。日本企業のおもてなしの精神が前面に出てます。暗いところを明るくするナイトクリアビジョン、サイドを調整できるエンハンストカラー、残像感を軽減する黒挿入機能クリアエイムと FPS ゲーム向けの機能もしっかり搭載されています。リモコンもあるし、メニュー機能は本当に使いやすいですね。メニューの機能面も特に不満はありません。最後にゲームプレイ。まずは定番の Apex Legends、 ジャンルはバトロワ FPS ですね。 180Hz が最大リフレッシュレートのモニターですが、普通に快適に遊べます。基本的に 144Hz 以上あればカジュアルに FPS ゲームを遊ぶにはストレスないですからね。応答速度も速く、残像感も少ないですし、クリアエイムの黒挿入も入れられるので、カジュアルプレイヤーには十分すぎる性能。エンハンストカラーのサイド調整も敵のアウトラインを強調しやすくて、僕的にはかなり良かったです。 Apex とかの FPS ゲームはそんなに重たくないので、 WQHD180Hz を出すにも PC スペックがそこまで求められないっていうのもグッド。グラ重視でサイバーパンクもプレイしましたが、こちらに関してはもう本当に文句ないですね。4万円前後で買えるゲーミングモニターとしてはかなり発色が綺麗なパネル、グラフィック重視のオープンワールドゲームとかをメインでプレイする人にはかなりおすすめ。 24.5 インチくらいのサイズの FPS ゲーム向けのゲーミングモニターと比べて27インチサイズは没入感もかなり高まりますね。 PlayStation 5も WQHD に対応していて、このモニターは HDMI 2.1 に対応しているので、プレイステーション5用のゲーミングモニターとしてもおすすめできるモニターです。リモコン付きでメニュー機能も使いやすくて、色味も綺麗でコスパもいい。 WQHD144Hz 以上で予算4万円くらいで探している人にはマジでおすすめですね。特に FPS だけじゃなくて、いろんなジャンルのゲームをする人や、このモニターでゲームだけじゃなくて仕事とか作業もしたいなんて人にぴったり。そして今回紹介した商品はもちろん、モニケンチャンネルで紹介した商品を不定期に Amazon ストアフロントでまとめているので、ぜひチェックしてみてください。概要欄に今画面に表示されているストアフロントのページへのリンクを貼っておきます。デスク周りのおすすめ商品とかセールでおすすめの商品とかをまとめたりもしています。モニターのスペック別おすすめまとめとかもそのうち入れる予定なのでお楽しみに。そして10月19日と10月20日の2日間 Amazon プライム感謝祭が開催されます。普段のタイムセール祭りよりも大規模なセールで、10月17日の0時からは先行セールも開催されるのでお見逃しなく。ポイント還元面でもお得なので、欲しいものはこの機会に買っちゃいましょう。もちろんモニケンチャンネルでもおすすめ商品紹介動画を出すのでお見逃しなく。この動画で紹介しているということは当然ですが、今回動画で紹介したこちら愛用データギガクリスタ EXGDQ271J もセール対象になっちゃいますよ。ゲーミングモニターやデバイスを買うなら Amazon プライム感謝祭を見逃すな。そんな感じで動画を終わらせていただきます。最後に、この動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!